続いてはズームアイのコーナーです。今日のテーマはこちらです。10代から始める8020についてです。今日は群馬県歯科医師会理事の井田泉さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日のテーマ、10代から始める8020、概要についてまずは教えていただけますか。はい、80歳で20本の歯を保つためには虫歯、歯周病を防ぐことが大事です、そのためには4つの生活習慣、1、食習慣、2、歯磨き習慣、3、セルフチェック習慣、4、プロフェッショナルケア習慣が大切です。これをもとに自分の8020達成のための対策リストを作って今から実行していけば、これからずっと健康な歯で過ごせるでしょう。それでは、8020を達成するとどのような良いことがあるんでしょうか。はい、では画面を見ていただきたいと思います。はい、8020を達成すると良いことはいっぱいあります。1、自分で食べたいものは何でも美味しいと感じながら食べれることができます。2、豊かな表情と明瞭な発音を保ち、口臭の心配もなく人付き合いが楽しくできます。3、スポーツをするときなどは歯の噛み合わせが大切になります。4、歯の病気や歯の病気とつながる全身の病気の発症や悪化を防ぎ安心できます。5、自分の歯で生活ができることが生活の質を高め、自分の健康への自信にもつながります。8020達成で、こんなにいいことがあるということが分かりました。では先生、8020を達成するにはどうしたらいいんでしょうか。はい、簡単に言えば、虫歯と歯周病を防げば8020を達成することができます。ほう、そうなんですね。永久歯を失う2大原因は虫歯と歯周病になります。永久歯を失う2大原因は虫歯と歯周病です。虫歯は小学生から徐々に増加して40歳ぐらいまで増え続けます。そして40歳以降になると少しずつ失う歯が増え始めていきます。一方、歯周病の初期段階の歯肉の出血は10歳代から2割以上の人に見られ、徐々に増加していきます。そのため80歳で20本の歯を保つには虫歯と歯周病の予防が重要になります。それも10代から始める必要があることがこの2つのグラフから分かってきます。なるほど。先ほども4つの生活習慣教えていただきましたが、やはり虫歯と歯周病を予防することが大切なんですね。そうですね、最初にお話ししたように8020達成のための4つの生活習慣についてですが、1、食習慣においては砂糖が口に残る食べ物を避ける、よく噛んで唾液を出す、間食の回数や時間を減らす、就寝直前の食事をやめる、歯磨き習慣においては1日2回以上、1回は就寝直前に歯を磨くようにします。フッ素配合歯磨き剤と、デンタルフロスを併用した方がさらにいいことになります。セルフチェック習慣ですが、鏡などを見て日常的に自分の歯と口の状態をチェックすることが大事になります。プロケア習慣ですが、かかりつけの歯科医師を決めて、定期的に診察を受けて、チェックしてもらうのがいいでしょう。この、4つの習慣を実践していただければ、歯を失うことは少なくなると思います。我々も歯を毎日磨いてはいるものの、なかなか意識することは難しいと思いますけれども、やはり先生、毎日のケアが重要ということなんですね。そうですね、8020達成リストにある食習慣、歯磨き習慣、セルフチェック習慣、プロケア、プロフェッショナルケア習慣のどれをとっても家族みんなで取り組みたいと思いませんか。
みんなであれば家族で励まし合って楽しく実行できます。家族みんなに伝えてチャレンジしてみてください。はい、では先生、本日のまとめをお願いいたします。はい、8020運動は1989年に始まりました。当初8020達成者は 10% もいませんでしたが、2016年の調査では目標に掲げていた 50% になりました。この30年間で1日3回以上歯磨きする人が増加し、またデンタルフロスや歯間ブラシを使用する人が増えるなど、歯と口の健康への関心が高まったことが改善につながりました。次は2022年に向けて達成者を 60% にする新たな目標を掲げ、さらなる達成率の向上を目指していきます。最後に、群馬県歯科医師会では、食べること、健康であること、美しくあること、すべては人々の幸せのためにをスローガンに、県民の皆様の健康寿命の延伸のために様々な活動を行っております。今後ともよろしくお願いいたします。今日は公益社団法人群馬県歯科医師会理事、井田泉さんに10代から始める8020についてお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ズームアイのコーナーでした。